ナルトのチアガールは超絶ビッチやった。ほんまこれは許せんわ。甲子園見てたら画面に可愛いチアガールが映ったんを。可愛いから特定して個人情報や写真漁ったろ。は？サッカー部の彼氏おるやん。ふざけんなさらしたろ。キア、粘着とかムカつく。陰キャやキウミン。は？こいつ口答えしてきたぞ、性格悪すぎやろ。陰キャやキウミン発表。23スレに渡り粘着。やキウミン。あれは兄ブタ、サカブタ、ケンモメン、マンジェイミンがやった。100% 陰キャの嫉妬で草生えるわ。なんでも実況ゲらしい。ピュアジェイミンの慣れの果て。マンジェイ黒歴史のワースト3に入る事件。中継にちょっと映ったチアのために23スレ消費したとか草。老害ピュアジェイミン。叩く理由がどれも無理やりすぎて草生えるわ。人生の反面教師やぞ。陰キャを隠そうともしてなくて草。いえ。同じ人間でもここまで気持ち悪くなるんやな。闇が深すぎるっぴ。挙句の果てに剣網民のせいにするし。マンジェイが陰キャだらけということが確定した瞬間。陰ジェイミンはロタ。何をこじらせたらこんなことになるんや。そら童貞やろ。勝手に惚れてしまいには逆上。くっそダサい。これは負の遺産。今しめとしてこの時期は毎秒立てろ。可愛いチアガールに彼氏がいないと思ってるピュアボーイ可愛いな。単なる女子高生にまるでアイドルかのような幻想を押し付けてんの草生えるわ。チアを神格化でもしてたんやろな。可愛いから勝手に持ち上げて勝手に裏切られたとか言い始めて粘着するの草。普段から狂ったように女叩いてるんやろうな。これのせいでテレビにチアが映らなくなったのが草。どんな大罪を犯したんかと思ったら何もしてへんやんけ。何を大義名分に掲げてんのか教えてや。なんジェイミンの心を踏みにじった。サッカー部と付き合ってた罪。青春を犯しとるやんけ。許せないんおーやろ。青春を犯罪やぞ。他人の青春の1ページを破り捨てようとする畜生集団。普通の青春を送ることができなかった結果、なんジェイミンがこんなことに。自分が努力するのではなく他人の足を引っ張っていくスタイル。陰キャとしか言いようがない。彼氏がいたらビッチって自分の母親もビッチって言ってるようなもんだぞ。ジェイボーイはキャベツ畑で生まれたんやで。ワイはコウノトリだったわ。勝手に童貞っぷりを露呈させていくのほんま草。童貞どころか常識が欠如してるんだよな。こういう奴らがいつもどこかに潜んでるという事実。彼氏がサッカー部だと判明した後のナンジェイミンの反応。彼氏が他校の年下サッカー部とかなんやねんクソビッチ。でも本当の彼はサッカー部、野球部の応援にはチアとしてはいる。これはおそらく本当に好きなものは別なのに自分が可愛いアピールをできると分かれば真っ先に前に出てくる典型的マーンの思考法じゃないですか。やっぱサカブタ好きになる奴なんて頭悪い子しかおらんね。サカブタの彼氏というだけで叩く理由になるやろ。テレビ映るための踏み台に野球使うけど彼氏はサッカー部。おお。サッカーコンプやばすぎや。彼氏が卓球部だったら許された？何を食べていたらこんな思考ができるのやろうか。野球民のサッカーコンプレックスほんと好き。彼氏がいるイコールビッチとかいう陰キャ思考。こじらせると怖いな。どうでもいいけどチアって野球専属ってわけじゃないやろ。そらそうよ。運動部の応援ならどこでも行くわ。彼氏を酒舞台って嫉妬で本人に粘着さらしとか恥ずかしすぎるわ。嫉妬やないで。野球部と付き合ってたら別に荒らさんわ。酒豚と付き合ってたから荒らしたんや。嫉妬やない。これだけははっきりしてる。嫉妬さんとほんとすこ。何回読んでも名分や。めっちゃ自分に言い聞かせてそう。自己暗示好き。レジェンド。野球原理主義者の鏡。嫉妬やないで。嫉妬ではないとは言っていない。嫉妬だけでこんなに叩けるのはある意味才能やな。こいつらプロ野球どころか甲子園すら実況してなかったからな。マジ？これ本当に草生えた。よく考えたらテレビに映っただけのチアの個人情報あさり始める時点でキモい。それはよく考えなくてもキモいで。確かに。野球人がサッカー部に嫉妬してたんがネタでもなくガチだったのが知れた一件だった。もうこいつ終わりやろ。就職も恋愛も俺ら的に回すってことがどういうことか分かってない。これほんとしこ。高校生相手に惨めすぎませんかね。勝手に敵に回されてて草。終わってるのはお前定期。何千人が敵に回るという脳ダメージ感。めっちゃ悔しそう。キモすぎて草。俺じゃなくて俺らって言ってるところがなかなかきつい。そこら辺の女より嫉妬深いやろ何千人。こんな奴らが挙取りながら学校に苦情の電話入れてたかと思うと草も生えん。まあ実際陰キャジェイミンには眩しすぎるくらい可愛かったし嫉妬に狂うのもしゃあない。なんジェイミンなんて嫉妬が生きる力みたいなもんやろ。清楚で可愛いチア見つけて発情。理想と違い発狂。こいつらこのすれ立つたびにどんな顔しとるんやろ。自分はおかしないって未だに思ってんのかね。彼氏と18時半から赤から夕食に行っていたことに対して18時以降で歩いてる時点で用語のしようがない。あたりは暗くなっている。しこ
これほんと好き。無駄に指摘。18時門限はほんまにくさ。夜間外出禁止令定期。あたりは暗くなっているの純文学館。18時以降外出たことないミンスキ。箱入りのお兄ちゃん。8月の18時ってまだ明るいやろ。南半球在住かもしれないだろ。こいつこの季節にこんなこと言ってるって怖すぎやろ。完全に外に出てないどころか見てすらいないやん。赤からの営業時間は17時から24時。青少年育成保護条例で18時以降は未成年のみの外出は違法ちゃうの？普通に補導されるやろ。18時以降も外出してるアピールドキュンすぎてくさ。18時以降に異性と外出してる時点でドキュン確定。PTA みたいなこと言い出しててくさ。部活すらできんやん。小中高一貫の学園通ったお嬢様。なんじゃいお嬢様部やめろ。18時以降の外出なんて小学生もやってるんだよな。成人しても夕焼け小焼けのチャイム聞いて家に帰ってそう。しっかり門限を守る陰キャの鏡。門限どころか門の外に出ないぞ。そもそも高校でも部活してたら平気で18時とか過ぎるやろ。というか下校時間がそのくらいやろ。部活なんかしてるわけないやん。帰宅部やったんやろな。18時以降で歩いとるなんてワイのクラスメイトは不健全な奴らやなって思いながら一人で家に帰ってたと思うと泣けてくる。お母さん思いのなんジェイミン。18時以降に彼氏と飯なんか食ったら家で晩ご飯食べられなくなるだろ。こいつほんまに6時になったらレスやめたからな。お母さんとカレー食ってたっぽい。原住民、今日はおごりや。好きなだけ食え。一方は今晩ご飯カレーだった模様。18時門限に気のなんジェイ書き込み時間とレス数。17時のレス数32回。18時のレス数0回。微笑ましいやんけ。家族とご飯に対する熱いこだわりかわいい。小学生かな。なんじゃいってたまに小学生枠よな。18時以降は外出しないに気の必死さが笑える。これ食い惜しいほど好き。なぜ18時に固執するんだ。赤からっていうほど居酒屋か。高校生の客も結構おるやろ。赤からの営業時間って知ってる？17時から24時だぞ。居酒屋じゃないならなんだよ。夜更かしレストランか。草。夜更かしレストランは草。深夜食堂のパクリドラマかな。ファミレスとか全部夜更かしレストランやんけ。これ母親としか外食したことなさそうですき。なんジェイミン新ジャンルを開拓。夜更かしレストランほんと好き。深夜1時までやってるココイチって居酒屋だったのか。居酒屋食が濃い店赤から。ロックの水割り。18時以降に異性と外出。不純異性交流。マンガンス。草。ほんと草。全部おかしくて好き。毎回マンガンで吹く。お前のキモさは100万定期。不純異性交流ほんと好き。こいつの純粋な異性交流ってなんなんやろな。そらあやとりよ。不純異性交流に自信に基ほんと好き。なんジェイミンってやっぱキモいわ。ロックの水割りはさすがに草。ロックの水割りってなんやねん。酒飲んでるやん。ロックの水割り聞きたいんやけど、ロックの水割りってなんなん。水割りは水だけ。ロックは氷。ロックの水割りは水割り氷ありだバカ。勉強になってねキッズ。ただの氷水で草。バカすぎない？ロックの水割りほんと好き。結局水用のグラスだったから酒じゃないってオチだったな。日本の女子高生のほぼ全てが外出してロックの水割り飲んでるらしい。ロックの水割りを出すよ、ふかしレストラン。ロックの水割り、かっこ氷水。甲子園のかき割りってロックの水割りちゃう？天才か？でも未成年の男女交際を許容しする俺かっこいいするやつよりは18時門限2期の方が誠実で好感持てるわ。学生の本分は勉学であって、不純異性交流ではない。不純？お、マンガン。嫉妬民まだ生きてるんか。打ち上げとか行ったことないのか？連れてってあげるよ。打ち上げはクラス行事で親からお金もらうだろ。それは18時以降でも問題ない。未成年が18時以降に親の預かり知らないところで遊ぶのがダメだろう。しかも年頃の男女というのはさらに。あぶり出されててくさ。陰キャマンガン降臨とか新展開やめろ。じゃあ嫉妬民。彼女を作ることよりもママの門限を優先させる模様。異性どころか同性の友達もいなさそうなのがまた泣ける。なりすましに決まっとるやろ。もう18時過ぎてるんやぞ。くさ。草生える。大草原。なんじゃいの恥は徹底的にさらせ。それはすべて君の妄想やで。妄想で見ず知らずの他人を叩いて自己正当化してるのが、お前。妄想だというソース出せ。出せないなら引っ込んでた方がお仲間のためだよ。立証も何も青少年育成条例で決まってることだろう。そもそも青少年保護条例では18時以降の外出は禁止してないで。ググって読んでみろや。なぜ調べればすぐわかる嘘をつくのか。ナルト市って徳島だよな。徳島県青少年保護条例。夜間外出等の制限。第6条。保護者は正当な理由がある場合を除く他、夜間午後11時から翌日の午前4時までの時間を言う。未成少年を外出させないように努めなければならない。
パーフェクトソース。ワンサイドで論破されてて草。33対4なんか目じゃない一方的な結果で草生えますわ。しかしまだ南 J にいたことが衝撃やね。こんだけ晒されててもなお18時門限って言ってんだから。しかもその上漫画2期は、クラス会なら11時以降でも問題ないとか言ってるからな。狂っとるで。陰キャのこの無駄な粘着エネルギーを何かに有効活用できないものだろうか。できなかった結果がこれなんやから無理やろ。できてストーカーくらいや。なぜここまで一生関わることのないであろう一人の女子高生に執着してたのか理解できんわ。かつて現役 JK に相手に全くしてもらえなかったんやから、その時の仕返しをその子にやったんや。悲しい生き物やで。ロックの水割り、赤から、マンガン、夜更かしレストラン、あたりは暗くなっている。これ全部同じ ID のレスだったということに震える。設置にして南西公園に建てて夏が来るたび懺悔すべき。ワイも何年も語り継がれるような名レスしてみたいわ。ただの陰キャやなくどこまでも卑屈で他人の不幸を願うという人間の最下層民が見れたすれやったな。こんなしょうもないことに悪気になってるくらいや、市長も日本は平和やで。祭りに参加するよりヒートアップしてる日陰者南西民をバカにした方が面白いということを教えてくれた事件。